マテリアルデザインのスクリーンショット。フラットデザインの適用例。フラットデザインはグラフィカルユーザーインターフェースや出版物などの資格に訴える分野においてミニマリズムを取り入れたデザインであり、スキューモーフィズムやリッチデザインの対イミとされている一方でスキューモーフィズムを取り入れる場合もある。フラットデザインは以下のような立体的に見える要素の仕様を最小限に抑え、 簡略化したデザインである。フラットデザインは見た目も華やかで、情報を伝えやすいという利点から、インターフェースのデザインをより合理化、効率化するために使われる時がある。スキューモフィズムにおいては、ボタン一つを作るにしても、複数の状態に合わせた画像を作るなどといった手間がかかっていたのに対し、フラットデザインは処理が軽く、デバイス間で画面の大きさが違っても、 対応しやすいという利点がある。デザイナーの秋葉秀樹は MDN に寄せた記事の中で m a x 級用の DVD プレイヤーと iOS7 用の動画プレイヤーの UI を比較しフラットデザインを取り入れた iOS7 用の動画プレイヤーの方が UI としての主張が控えめであったことから多くの利用者から斬新かつ高級感があると受け止められたのだろうと見ている。 常80と常4の画面フラットデザインは国際タイポグラフィー様式やテキストユーザーインターフェース、モダニズムやバウハウスをルーツとしている。特に国際タイポグラフィー様式からの影響は大きく、1950年代から60年代におけるこの様式の流行がフラットデザインの始まりだと言われているが、後に到来したデジタル時代においてしばらくの間フラットデザインは登場せず、 スキューモーフィズムが主流だった。フラットデザインはマイクロソフトがメトロというデザイン言語において使用し、その後別のフラットデザインを採用した。マイクロソフトが2002年に公開した Windows メディアセンター及び2006年に発売した MP3 プレイヤーのズネにはいずれもフラットデザインが用いられている。ズネのデザインは単純明快であり、メニュー表記は大きく書かれた。 小文字から構成されており、シルエット調のロゴや単色のフォントカラーが用いられた。2010年に発売された Windows Phone 7にも常と同様のデザインが使われた。同 o s のデザインには3セリフ体を中心とした大きくはっきりとした書体や平面のイメージ、グリッド調のメニュー画面が用いられた。この OS の好評を受け、Windows 8や Xbox 360、Microsoft Office、さらには Microsoft のウェブサイトなど同社の他のサービスにも同様のデザインが取り入れられた。2013年、Apple はこれまで UI に用いてきたスキューモーフィズムを廃止、iOS 7の UI にてフラットデザインを採用した。また、翌年の2014年に Apple が MacOS をアップデートした際、UI に iOS の OS 点を見てに合わせたフラットデザインが使われた。フラットデザインはユーザーインターフェースから直感性を奪い使いにくくなってしまうという批判が起きている。すべてのデザインを簡略化した結果、ボタンとインジケーターの区別がつかなくなるといった弊害が起きることもあった。ある調査によると年配の人々よりも若者の方が フラットデザインを受け入れているという結果が示された。同じ研究において若者はフラットデザインをより素早く見つけられる一方、インターフェースの使い方を誤ることもあったという結果も出ている。ウェブサイトのユーザビリティの研究で知られるヤコブニールセンはフラットデザインがタブレット端末のユーザビリティに悪影響を与えていると指摘し、現行のフラットデザインの代わりに スキューモーフィズムとフラットデザインの中間にあたるデザインを使ってみてはどうかと提言している。ニールセンのグループが2017年に行った UI の使い方に関する研究ではフラットデザインの方が平均よりも22%遅かったという結果が出ている。その一方でコンピュータゲーム、ウィルマット、エスウェアハウスのようにフラットデザインのわかりにくさを応用して ゲームのデザインに取り入れた例もある。Android 5.0のスクリーンショット。フラットデザインにスキューモーフィズムを取り入れたマテリアルデザインが適用されている。2014年には Google が Android や Chrome OS のアプリケーションの開発者向けの設計体系であるマテリアルデザインを提唱した。このデザインはフラットデザインとされているものの、 ドロップシャドウなどスキューモーフィズムの要素が一部取り入れられている。このようにフラットデザインにスキューモーフィズムの要素を部分的に取り入れる動きはセミフラットやほぼフラットまたはフラットデザイン2.0などと呼ばれておりマテリアルデザインはその良い例だとされている。また Windows 8でフラットデザインを適用してきたマイクロソフトも2017年にフルーエント デザインシステムを Windows 10に取り入れ、2020年には Microsoft Office をはじめとする標準アプリにもこのデザインを適用した。Microsoft はこのデザインを導入した理由として、Windows 8のフラットデザインは宣伝されているものの、他社のアプリの立体的なアイコンが混じると見栄えが悪くなるためだとしている。ありがとうございます。